はい、こんにちは、まーちゃんのです。先日ですね、仮面ライダーの映画見てきましたね、うん、スーパーヒーロー対戦グランプリ仮面ライダー3号ですね、うん、はい、こちらの映画ですね、見てきました、うん、内容はさておきですね、3号なかなかかっこよかったね、うんうん、昔のライダーっぽい感じでね、うん、かっこよかったです、うん、反対側はドライブになってますけども、うん、ドライブ対3号の車レースだったね、カーレースがありましたね、うん、なかなか面白かったですけども、このスーパーヒーロー対戦グランプリにですね、久しぶりに仮面ライダーゼロノスが出てきたんだよね、うん、ゼロノスといったらですね、この仮面ライダー電王の第2ライダーだったやつだね、桜井優斗、彼が変身してゼロノスになるんですけれども、一緒のイマジンについてくるね、デネブとかすごいいいキャラだったよね、はい、今回はですね、こちらを購入しました。レジェンドライダーシリーズ変身ベルト仮面ライダーゼロノスです。はい、こちらはですね、近くのおもちゃ屋さんですっごい安売りしてたので、うん、思わず衝動買いしてしまいましたね、うん、いくらだったのかな、1780円だと、うん、もう激安だと思うこれ、うん、在庫一掃セールだ。こちらが仮面ライダーゼロノスのアルタイルフォームだね、うん、でこちらがベガフォームですね、うん、両方に変身できるようですね、うん、はい、こちらがベルトになってます、うん、ゼロフォームがないんだね。そうだね、ゼロフォームは残念ながらないですね、うん、じゃあ早速開けてみましょうか、うん、まさかゼロノスを買うことになると思わなかったけど、うん、では開けてみてください。せーの、はい、えい、よいしょ、おい、はい、それでは取ってみましょうか、はい、はい、お、うん、これ説明書、うんうん、あ、すごくシンプルだね、うん、カードホルダーでしょ。そうだね、これで、あ、これカードだ、うん、ほらゼロノスのカード、うん、こっちがアルタイルでこっちがベガだね、うん、これ出しちゃうよ、うん、はい、でそれでシンくん取っちゃってください、はい、おお、ゼロノスベルトだ、うん、来た、いいね、うん、あ、ここがレバーになってるみたいだね、どうだ、これね、確かそう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 、ここをこうやって引くと変身できるんだよ、はい、それではですね、ベルトをちょっとセットしてみましたね、うん、こんな感じ、うん、で、ここにカードホルダーがあるね、うん、ゼロノスといえばですね、このカードが制限されてたよね、カードを使うごとにですね、どんどん周りの人たちからゼロノスの記憶がなくなるっていうですね、うん、結構深刻だったよね、あれね、うんうん、ではですね、電池を入れてみましたので早速変身してみましょうか、はい、電源オンだね、まずね、うん、はい、あ、光った今。光った？うん。はい、ここ一回ボタンしてみるよ。フルチャージしちゃったよ。フルチャージ後ででいいよ。はい。では変身してみましょう。はい。いくよ。変身。おー。光った、変身。変身。おー。懐かしいな。これで。これ光った、うん、もう一回フルチャージ押してみてくれる、あ、本当だ、あ、これだけか光るのは、うん、なるほどね、じゃあ変身解除、変身解除してください、 あ、特に音なんないんだね、うん、じゃあ次ベガフォーム、ベガフォームいきましょうか、はい、なんかベガフォームって言ったらさ、こう前にさぐる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 回ってバチンって開くね、うんうん、ああいうのがあったから、うん、じゃあフルチャージやってみてください、一緒だね、うん、そっかそっか、はい、はい、これで変身開始だね、うん、ちなみにですね、こちらのアルタイルフォームの時はグリーンのカードでこうなるんだね、うん、こうなるってアルタイルフォームですね、うん、でベガフォームの時は裏側の黄色のカード、うん、で、こっちになって変身する感じかな、うん、ちなみに知ってました皆さん、うん、夏の大三角形だって、うん、アルタイルと、アルタイルベガデネムね、うん、これで、夏の大三角形ですね、うんうん、勉強になりますね、うん、はい、あ、しまった、言わなきゃいけないことがあったわ、うん、ちょっとシャッターやらせて、
最初に言っておく、俺はかなり強いね。これがゼロマスの決め台詞だよね。はい、ということで今回はレジェンドライダーシリーズ変身ベルト仮面ライダーゼロノスでした。